今日はね、はい、サップサーフィンをちょっとエンジョイして、はい、人もいっぱいいるし、はい、やってみようかなと思って、はい、思ってるのね、はい、ありがとうございます。では行きましょう。よし、じゃあ行こうか。まあ、さんやっぱりサーフィンは泳げないとダメですね。ダメだね、はい、泳ぎは、ね、特にさ、はい、日本はいいけどもハワイなんか行ったら流れも速いしさ、はい、ずっと沖縄食べちゃうじゃん、はい、ね、だからやっぱり泳ぎは必要だね。トレーニングですね、はい。まあ、水泳はね、はい、週に2、3回行って、はい、30分ハブリングだけ、うん、それからあと平泳ぎやって、はい、あとケンケン、はい、あの足首をついていくためにケンケンをね50を2回、はい、で左も50を2回やって、はい、100やって、はい、それともう不適切だよ、はい、でね、今ずっともう2ヶ月やって、ね、本当はもう半年目やれたんだけども、コロナでプールがねシャットアウトしちゃったから、それでもう今もうプール今行って、今月は8回やったよ、はい、結構8回って量多いんだよね、はい、で随分また体作って胸の筋肉も出たな、はい、バドル筋肉もついたし、あとだからこの痛みは少し取れてたから、はい、あとはストレッチやって、はい、筋力も伸ばすだけ伸ばしたらほとんど縮まってこないから、はい、このちょうどいい筋力のバランスが取るように今努力してやってる、はいはい、今日だから今ね、はい、ボディサーフィンがないからな、はい、今日はこのマーさん久しぶりなんでこのスープを乗りましょう。そうだね、はい、まあどれだけできるかわかんないけども、はい、でもね、波が小さいから、はい、そんなにね、まあ、こういう道具探してもらうけども、はい、やっぱりダブルとかあると、はい、泳いで取り行かないと、ね、泳いでくれるからね、はい、はい、まあさ、マーボロイヤル KJ クラシックはクラシックボードでリーシュがない頃のサーフボードでしたね。そうだね、だから選手はみんな泳いでボードを取り、そう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 、ですね、だからね、自然と泳げなくて泳ぎになっちゃうわけよ、はい、それがやっぱりね、あの本当のサーフィンなんだね、本当はね、はい、だからリーシュボードとかみんなね、アメリカ人が発明してさ、そういうふうになったけども、本当はやっぱりそういうのしてないで、ね、やってた60年代のサーフィンが素晴らしいよね、はい、今はもう人が増えちゃったから、はい、リーシュボードがないと来ますのが自分が起きるから、はい、今はもう当たり前なんだけど、はい、まあ、まあさん、これでサーフィンをやって泳げるようになる人もいればいいし、そうだ、ね、泳げる人がサーフィンすればいいし、うん、それ何度ね、水になれる、はい、水になれるってことが一番大事だから、はい、ね、はい、ちょっと2メートルぐらいしか積まなくても、はい、それもボディーサーフィンだし、はい、だん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 、ね、2メートル、3メートル、4メートルになる、岸まで行かなくていいんですね、うん、ただね、ちょこ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 っと積むだけでも、はい、全然違うから、はい、じゃあ行きましょう、マーさん、ボディーサーフィン。だいぶ進みます。だいぶやっぱり足をひらひらやると、はい、うん、こんなに進んでますよ。すごいね、50メートル。いいね、これもいい運動になる。やっぱりさ、流れがちょっと違うじゃん。あるからね。
はい、で、ね、でもブライアンが、はい、こうやってやって自分のところにも祝いて、ワイミアで、はい、ね、まかれるけども、はい、なんとか来て、はい、もう大丈夫かなと思って、パッと見たら、外れって、いなかった。ブライアンそれ話して、それが一番悔やむ。ああ、本当です。走られたんだよ、もうこれやって。でも、外れちゃったわけ。外れちゃったんですか。で、いなくなって、はい、もうレッツ球隊全部やったけど、はい、ブライアンがもうそれは悲しそうにしてたよ。ね、助けられなかった。マーさん、このレスチューブをいつもサーファーがつけていれば人を助けられますね。ああ、人を助けられる、はい、だからこんなちっちゃいもんだったら、はい、ぜひね、はい、サーファーの人はやっぱりね、はい、今一回つけてもらいたい、うん、で、やっぱりさ、ね、人を一人でも、はい、はい、いなせないで、はい、助けてればやっぱりサーフィンの、はい、ブランドイメージもいいし、そうですね、やっぱりこれからもう来年オリンピックにもね、はい、出るんだし、サーフィンが、はい、やっぱりなんとか社会の一般のテニスとか、はい、それからいろいろ野球とか、はい、いろいろサッカーとかあるでしょ、はい、そういうのとゴムに貼れるように、はい、やっぱりしてもらいたいよね、俺。そうですね、サーフィンがね、かなり自信を持って、プライドとね、そういうマナーと、はい、で海をきれいにする、はい、そういうことをね、心がけてくれば、はい、ね、オリンピックだってずっと続くと思うよ。そうですね、はい、ありがとうございます。ラジオギは、まず平泳ぎのさ、逆みたいな感じで、うん、まず股を開いて、はい、蹴ってあげる、はい、で、手はバランス取って、うん、なるべく自分の胸の方にやる、うん、それで波が来たらまたボディサービスに逃げる、うん、必ずこうね、まあ、手を顔を上向いてやるのが一番ベターだけども、深いところはこうね、深いところはもうこうやって、これが本当に立ち寄るんです、ね、足をぐるっと回して投げながら、蹴りながら手でこうバランス取って自分の胸の方に水をかってやればバランスよく立てるから、これこれだって、これでどん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 あの陸にスープに流されながら陸に戻るから、焦んなくていい、焦んなくていい。もう、これが 500m 離されても、立ち泳ぎさえやってれば、ね、浮くから、こうね、終わったって、足を、こう、平泳ぎの、ね、平泳ぎみたいにこう、また開いて、で、蹴る。膝を折ってね、それと、こうやって、重心、ずっと立てるから、こうやってやれば、周りも見えるし、助けてくれーっていうこともできるし、これに、サーバーに、来てっていうこともできるし、でそのうちに、ね、安心感が胸と心と頭に入るから、そうするとゆっくりゆっくりこうできて、体力をあんまり使わないで時を稼ぐ、ね、それで結構もう来ちゃってね、離れたよね、流れにもあるから、もうすごい深いね、これでしょ、もう足が立たないし、足立たない、足立たない、だからってぶることないから、はい、でね、浅いところに行くときにはこうやってね、これのがいい、周りが見えるからね、こうやってやって、こうやってやってるうちに進むから、ゆっくりとね、流れに逆らわないでうまくこうやってやっていく、これもね、サーフィンのサーバーにとっては一番大事なのは、リスコードが切れた場合ね、止まるでしょ、行くよ、乗っていっちゃいます。もう昔ランマヒロの前ピークからそのまま来たよ、うん、もうみんな小川さんとかみんな、はい、グルってさ、はい、何なんだあいつはって、これ一発目流したわけ、はい、でワックスがなかったの、はい、塗ってなかったから倒れたけども、次あのワックス塗っていったらめちゃめちゃうまい、トリプルぐらいのボトボタン開いてビューンってカットが来て、はい、スープ突っ込んでいくんだから、それでスープまた食らってしおってる、あんなサーフィンはもう50年前ですよ。ランマフロやってすごい上手いサーフィン、はい、スタイプラインでもなかった、はい、ルーフィーで、さあ、じゃあマーさん、これリーシュが切れた想定で、うん、ここから泳いで岸に上がるところを、まずスープで上がるんですか。スープで上がるけども、はい、波がないからやっぱりもうね、軽く3回ぐらい、はい、クロールでやったら、はい、まず周りを見て、はい、それで、あ、と思ったらもう一回周りを見ながら、で、足がついたらもうやれやれっていうところだよね。やっぱりね、クロールと背泳ぎね、
進めるなと。なのにはこの3つは回った人になるので、はい、やっぱり立ち運営するとき、やっぱりここはやんなくてもこうやってやりながら、やっぱりあのピークのように戻る、時間稼ぐ、時間稼ぐね。で、人が来たら、はい、助けてくれって言う。おお、うまいサーファーが通ってしまいました。じゃーん、辻堂はこんな感じです。まずこの自分が落ち着かせること、心と頭、そうすれば絶対に溺れたりしないんだよ、人間。はい、で、まあさん、これから海水浴場が、うん、今年亡くなって大勢の人が来ますよね。来るよね。はい、そしたらやっぱり自分が命助かるためにどうしなきゃいけないか、でまた人も助けなきゃいけない、サーファーはレスキューを覚えなきゃいけない。そう、やっぱりさ、サーフィンやってる俺たちはさ、水泳やってる人っていうか泳いでる人たちより海のこと知ってるし、サーフボードもあるんだからすぐ助けないじゃないの、うん、やっぱりね、ちょうど人を助けると俺も 何助けたことないけど怖さを知るよ。だからこそみんなに呼びかけるね、これが必要なんだけども、結局離れてるから呼び止めないじゃない、うん、だから一応お父さんお母さんだから見張ってるものをいい、ただね、お気に入りが立てないで自分の手で立つところであればパパパパっていけるじゃない。そうです ね、だからそういう風にして子供たちを、はい、水に慣らして一歩でも一番感じるじゃない。はい、じゃあ必ずあの助けてる声を出すことね、はい、そうじゃないと分かんないから見つけてもらうこと。そう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 、はい、じゃあマーさん、その時間を稼ぐために、うん、カレントで沖に出ちゃったりサーフボード流しちゃったりして時間を稼ぐために、稼いで体をのリラックスして、こうやっぱりやばいなと思うわけだ。それをやばいな、怖いな、もう死んじゃうんじゃないか、どうしようかなっていう時に一番怖いから落ち着かせること。はい、そうすれば絶対死なないし、それを伝統的に立ち泳ぎやって周りを見ながらどうしたらいいかと考えた。立ち泳ぎは進まなくてもいいんですね、命を守ることだ、うん、はい、はい、じゃあそれではマーさん、さっき海の中でやっていただいた足の動きをこの砂浜でやっていただけますか。だから手はこうね、手はこう、足はちょっと寝転がってやってみてもらっていい。手は、手はこうね、はい、足はこう、足はこう、水の壁を蹴る感じなんですか。そうそうそう、これがもう本当の立ち泳ぎですよ、はい、あと本当に立つ時にはこれはね、こうやってやるね、立ち泳ぎだけども、本当に立ってやる時には、うん、でバランスを取るためにはこれとこれと交互に、はい、交互ね、胸に抱く、水を抱く、はい、これが一番、はい、これと蹴ってれば必ず自分が水面より出てくるから、顔が潜っちゃうとやっぱり危険を感じちゃうじゃない。だから足だけだと蹴ること、まず蹴る、蹴る、これが大事だね。手はボードでいいし、ボードでいいしね、それを、まあ、できればもう溺れたり必ず助けてくれるから。それで1時間2時間立ち泳ぎしたっていいじゃん、はい、来るな、来るよ、なかなか、ね、溺れちゃったから、ね、マンゴーさん溺れちゃって逃げ切れたからしても、必ずヘリコプターに来るし、船も来るし、助かる。ともかく長い時間生きること、海は長い時間やっぱりゆっくりと体力使わないで立ち泳ぎでもやって、この来るのを待つ、待つことが一番命に、ね、助かると思うんだよな。山の中だったらずっとダーッともう終わっちゃうけど、海はまだ待ったら来るじゃない。曲がれたら水ザボを飲んで息ができなくて死んじゃうよ。でもさ、水面よりね、血が出てればさ、息ができるわけじゃん。それをね、みんな思い知ったらいいと思う。はい、ありがとうございます。怖い思いしたマーさんだから、はい、もうハワイでさお母さんの子じゃない、もう15ミリの波だよ。もうそこでまだ曲がれた時に死ぬかと思ったの、うん、俺何やったと思う。板を引っ込んだかった。俺板抱えて、足をそのままさ抱えてた、カーッてやったの。そしたら、ね、こうやったって曲がれてたの、グリングリンしちゃったわけです。そしたらぐる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 、そしたら助かった。あれ板離したら俺死んでたよ。もう死んでもいいと思ったから、カーッてやったから、そしたらぐるぐるぐるっと回転して
俺たちだった。多分20メートルも行ったと思う。くる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 ボードノーズノーズテールノーズテールでここで立ち上がった。はい、その時ね、唇がもう上がった時に唇がずるずる震えてた。もう死ぬかと思った。ここでカービンできなかった。はい、すぐもう湧いてやろうって言ったビーフジャッキとビール飲みながらビールあんまり飲まない、好きじゃないんだけどもね、日本酒が好きなんだけどもビール飲んでうまかったよ。はい、ね、車の中に生きててよかったなと思った。はい、やっぱり生きててよかったなって、もう感覚だよ。怖いよ。もう、もうどこじゃないもんね。目の前で死ぬみたい。でもね、よかった。やっぱり、スタートリアル板を取っ取って、もぐるもぐるけど、ぐる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 回されるんだったら、どっちだったら、ついたら曲がれようと思った。それがやっぱ俺はよかった。それからね、2巻ってもうできなかったね。どうしようもできない。中もいけない。もう、ワイキのさ、あ、まあ、今日はゴールとか、あの辺のところで。ドッパイとか、タイダーとね、その辺でやっぱり、俺が何もリラックス、怖くないんでもリラックスできるから、ね、やっぱりゾーミングして、自分の心を癒して、また、ね、次に、よし、もう一回、君はやってみよう、そういう気になるよね。段階だ、段階。やっぱり一気にポンピスだと、よくないし、少しずつ、少しずつ、自分の方が一番いいんだけど、日本の波もそうだよね。まあさん、今日はありがとうございました。ああ、またあのこのセルフレスキューシリーズ、うん、続けてそうだ、ね、はい、収録していきたいと思います。皆さんまた見てね、はい、あんまりベラベラ早い口をね喋らないようにしますから、あしからず、はい、ありがとうございました。このウエスーツはダムの染み定期で、このウエスーツを、ね、あの胸にパッと5センチ入れると背筋がパドリングする時ももう大きい波が見えるし、ずっと5センチ以上あの背筋がこうつくから、パドリングも早いし、それにあの胸でクッと押すとあの立つのが早く立てる、はい、倍はいかないけども、はい、いつも8で7か7か6ぐらいだけども4ぐらいはこれがつくと立つのがふっと早くなる、早くなる、早くなるから、はい、年寄りにはすごくいいわけね。ああ、いいですね。それと、はい、この間の去年一昨年か、はい、稲村でやった時に、はい、あのダブルぐらい波曲がれたのね、うんうん、でもう最後もうパー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 ってやばいなやばいなやばいなと思ってちょうどスレスレのとこかすって大丈夫かと思ったらこのリップがボーンとテールに当たってそのままバーってやって、ああもうお母さんかなと思ったけどもこれが浮力になるわけ、はい、浮力に、はい、浮力になるからスッと上がってきた、はい、それですぐダムに出まけて、はい、お前これね浮力があるから曲がれてもすぐ上がってくるよったら、うん、ダムはもう最高のコメントだって褒めてくれた、うん、よかったですね。それだけさ、これはこんだけのね、はい、こんだけの浮力のあれだけども、はい、ゴムだけども、はい、ゴムの硬いのが入ってるんだけどもこれが命取りになるわけよ、はい、命取りっていうか命が助かるわけ、はい、全然違う曲がれてもそうですから、うん、それを感じたね、はい、だから、ちょっとかっこ悪いけども、はい、でも、なんていうのかな、もう73にもなるし、はい、かっこよりもね、サーフィンエンジョイがしたいじゃないの、はい、もうパドリングだって本当楽だし、はい、これに板がコントンできてもここで助かるわけじゃん、はい、だからそういろんなね、はい、ことで俺はもうこれをいいなと俺は、はい、だから皆さんにも60、まあ55ぐらいだけどね、はい、もう腰がこう上がんない、背筋上がんない人たちにはこれを全員使ってもらいたいよ、はい、商売とかそういうのもなくね、はい、これがやっぱりサービス楽しくできる。そうですね、うん、はい、腰にも背筋にも負担が来ないから、うん、な1時間のところ1時間2時間できるから、はい、これ使うと。まあさん、これは何て言って注文すればいいんですか。いや、胸にパッドが、うん、あの入れてくれって言えばどこのウエスってなってくれる、はい、これちなみに J. ロペスもやってるからね本当にはい、わかりました。これは名前を決めましょうね。名前なんつったらいいかな、う
応募しましょうか、 YouTube で。そうだね、はい、応募してくれるとすごくいいね、はい、何しろね楽だから、はい、で一番の、はい、そのあれは自分の命を守ってくれる、曲がれてレスキューですね。レスキューもう曲がれても怖くない、これがあると、はい、だって稲村ダブル食らってんだよね、はい、上からストーンと押されたんだから、はい、